どうも、しねこです。今回も、ウマ娘プリティダービーやっていきたいと思います。タマモクロス編、パート4、通算パート、パート31ということで、一瞬、なんかちょっとウマ娘がね、なんか言えてなかったような感じしますが、巻いていきましょうということで、現在のステータス、こんな感じです。スピード D プラス、スタミナパワーが D、根性賢さが F じゃない、E プラスになっています。コンディション、切れ物、スキルは3個ですね。そう。前回のパートとかね、取ってないんですよね、スキル。ということなのね、まあ、今回のパートはスキル取り替えね、やっていきます。さあ、456ポイント。結構溜まってましたので、まあ、この金スキル取れるんですよね。金スキル取って、まあ、化粧魔娘のこういうスキル取っときましょい。OK。3個取りましたね。では、ここからね、夏合宿入っていきます。で、まあ、夏合宿中は、まあ、ねえ。まあ、合宿ぐらい。ああ、なんかめっちゃ、ああ、45、ああ、25も増える。ああ、いいな、なんだけど、賢さ上げようか。ライブ加算10ターン。で、ダンスのあれが欲しいですね。ダンス11パ。いや、賢さ上げって、いや、どうなんだろう。なんかめっちゃ上がるけど、6%怖いんですけどね。まあ、やるか。6%だったら大丈夫か。成功一瞬ドキッてするよ。で、このターンは、休もう。海だ。夏だ、海だ。夏合宿2年目イベント。どうしよう。上だ。パワー10。さあ、お、そうか。友情トレーニングの時はなんか2個上がるよって言ってましたもんね。あ、じゃあ、やりましょう。イェイ。さあ、パフォーマンスのあれもね、達成ですね。パワーアップ、回復アップ、いろいろアップ。さあ、応用編、応用編ですね。スピード上げましょう。はい。ゲット。さあ、お。メイクレッスン応用編があります。根性も上げときましょう。さあ、合直。さあ、これで今取りやすい合直は、どれだ?これかな?これが取りやすそうですね。ただ、パワーが41ないので、それをまあ、残り7ターンで貯めないといけませんね。で、レースも、4回出走の可能性が今回あります。4回ですね。待って、怖いな。一回、出とく一回、G3 で出とくか。あ、でも、出ちゃうとなぁ。あ、でも、いや、まあ、今、ちょうどないから、行こうか。出ましょう。うん、出ましょう。とりあえず、ちょっと、条件だけ、達成しておきたいのでね。さあ、G3 です。トリプル20丸で。出走ですね。でも、まあまあ能力上がったかなぁ。ということで、G3 です。千葉2000、新潟記念ですね。結構出るね。さあ、スタートダッシュ大丈夫だね。はい、4倍速でお届け出します。いつも通りですね。残り1600メートル、ペースアップ。かかったよ。大丈夫?残り1200、通過。まもなく半分1000メートル、現在9番手、ちょうど真ん中の位置ですね。第4コーナー直線向かいます。さあ、現在は9番手のままキープしています。8番手上がってきました。9番手下がる。大丈夫?残り600メートルです。追い比べ。9番が早いぞ。9番、でも上がってきたよ。お、スキルですね。なんか、こういうスキルのレベルはどう上がったか。おそんな、上がるそんな、上がるの?なんか、ピューンいったよ。やりましたー、俊足だー。もう、すごいね。誤馬審査。一着です。さあ、これでね、
G3 行のレースの中、まだ3着以内に入るのはあと1回ですね。あと1回入れば目標達成です。さ、あとはあれですね、 G3 とか G2 のレースで勝たないといけませんね。普通に勝たないといけませんね。アップ、さあサポートカードイベント進んでいきます。草のアップ、頻度レベルアップ。さあリースまたまた予約されてますね。レースね、行きましょう。ごめんね、あのなんかちょっと伝統はあんまりささくないんですけど、あの伝統になっちゃうんだ伝統になっちゃうんだ。まもうこのレースね、もう30人に入ったら出なくていいかなですもう目標達成られないまで出なくていいんじゃないかな。あのダイボのね練習に重視したらいいんじゃないかなと思うんですけど、 G2 です。オールカマー中山レース場芝 2200m、 さっきより 200m 長いかな。さあ天気は晴れです。晴れ曇り、まあいいや、どっちでもいいか。4倍速です。もうあの後からグーンと上がっていくんですね。残り 1800m。 まあまだまだその残りメートル言うあれじゃないですね1400、1200さ、残り 1000m になろうとしています。現在12番手、 1000m 11番手です。さあ間もなく 800m 通過、9番手。さあこっからドーンとね上がっていってもらいたい。残り 600m、 7番手6番手、上がってくよ。5番手4番手。さあ3着までに入ればもう釣りの釣り込んでさ出なくていいかもしれない。お、さあスキル発動、直線のスキルかな、取ったのは視野が取ったのは、まあ、直線のスキルかもしれませんね。さあ200で勝ちました。やったぞ、いい感じ、いい感じです。さあ1着だよってことで、オールカムは勝ってるね。うん、勝ってる。ゴールドクラスにランクアップ、あ、ランクアップ、あ、クラスアップクラスアップですね、ありましたよ。さあライブ開催5ターンが迫ってきていますが、怖いですね。一応僕達成したので、まああと8ターン分ぐらいはレースに出なくていい。なんだ育成、なんだ、どうした、どうしようかな。でも大丈夫、怪我しない。コンジャップ、あ、よかった、あの体力使えませんでしたね。さあこれはもう休ませるしかない。どうしよっか、さすがにパワー42、あ、パワーってか、あ、パッションかな、42は貯めれそうにないな。こっちに変更しようかなあって思うんですよね。ちょっと40に紛れなさそうですね。さあディースの、あ、あー、ここあの出ません、レースは出ませんよあ、ローテーション見ようと思ったんですけどこんなんね 89% とかね、怖い。 32% もね、恐ろしいです。なので休みますアクロバットにしましょう。パワープラス10。さあ G1 菊花賞かななんですが、一応目標はもうね達成してます。なのあとはもうなんか阪神大賞典とかね、天皇賞春とか、そういうちゃんとねレースの名前が決められてる目標なので、うん、出なくていいかな残りの3レースすべてちょっと出走取りやめましょう。ちょっとね、あのライブがね、重視かなと思うので一旦取りやめます。なので G1 も出ません、ごめんなさい、 G1 出ません、ごめんよあえて G1 出ないといけないんだ。待って、なんでダンスのあれがもらえないんだ、こんな時に限ってあれ、まあ、とりあえず貯めとくか、貯めましょう。友情トレーニング発動させときたいですよね。友情トレーニングね。たこ焼きパーティー、おいしそう。
さあ行くんだ。お、いけるね。ダンスが取れるね。うん、じゃあもう取っときましょう。で、VI かな、 VI も上がるからね。よし、これで取れるね。ステップポイントアップ。さあ取れます。間に合った、間に合ったよ。まあ、本当はトレーニングのスタミナ上昇量とかね、そういうの上げときたかったんですけど、まあ、うん。42も貯めれるかな？あと2ターン。お !16! ちょっと冒険できないな。冒険できないね。冒険できない。16パーも冒険できないな。いや、一回やるか。一回やるか。やるか。おお、成功。おお、やった、やった。あ、待って、ダメじゃん。あれ、ダメやった。あれ、あー、頭痛が、関係ないのかな。失敗率影響したのかと思ったけど、遅いかな。さあ、一応、パッションじゃない。あー、ちょっとこれは、休みましょうか。休もう。おやすみなさい。さあ、まだ取れる言われてますが。あ、待って、間に合う？本当はこっちの方が良さそうですが、ちょっと、こっちにしましょう。あ、間に合うかな？あ、間に合わん？あ、だいぶ、ターン終了後、サードダイブ張りまったけど、取れるね。要するに、ですね。あ、じゃあ、こっちしましょう。こっちの方が良さそうなのでね、こっちにします。はい。楽曲習得、ダイブチェンドマックス、大成功。大成功になりました。やったぞ。じゃあ、始まる前に、ちょっと能力詳細見ましょう。うん、じゃあちょっと根性価値を上げときましょう。4プラス4。さあ、ネクスト。おー。あれ？根性も上げれる？あ、でも、ポイント余ってるのこっちか？あ、楽曲、あ、もう楽曲取れるね。だって、今取る？3曲あるしな。今は取らなくていいかな。なんか累計が、なのがってことか書いてますけど。ま、これでいいかな。ま、とりあえず、ホースライフに、噛んだよ。ホースダイブに向けて、楽曲置いとこう。では、これでやっていきます。サードダイブですね。ということだ。今回のパートは、まあ、このね、ダイブ終了ですね。どういうことだ。さあ、大成功の予感ですからね。大成功です。多分大成功になるんだよね。っていう感じで思ってますけど、どうだ？大成功！やったー！大成功だー！ダダ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 ダ。大成功です。スピードをやるようだからね。OK、大成功！セカンドダイブの成功がちょっと気になるね。そのメンバー加入。おお、わかるね。初詣、何選ぶんだい？なんだ？あ、なんか、取り出たんぞ。お土産？お土産？おいしいお菓子にしとく？まだ無難ですよ。体回復。大ボーナス更新。やったー。あ、そうか。友情トレーニング獲得上アップがあるので、まあ、友情トレーニング、まあ、使っていこうか。充電的にね、使っていきましょう。じゃあ、ちょっと新橋取っときます。はい。ということなので、今回のパートはここまでですね。ここまでになります。はい。能力詳細、こんな感じですね。さあ、スピードパワーが C に、ね、なりました。あと、24ターンかな。育成期間としては、まあ、最大で24ターン残ってますが、ここから、まあ、5つのうち、どれか1つは A にしときたいですよね。A ランク目指すなら A にしときたいなって感じなんですけど、まあ、次回、
まあ、次回以降、まあ、どこまで、ね、能力あるいはことできるんでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネルの方もよろしくお願いしますということで、また次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。